と、状況整理しよう。まず、とりあえず、宝を探せばいいのね。で、赤いバックパック持ってる人は、撃ってもいいと。ああいう、意外とさ、こういうとことかない。ない?この隙間とかない?ないね。探索者いねえか。いい狙撃ポイントじゃないか?あー、病院だ!病院、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 行くぞ!いや、俺ちょっと、待って、すいません、俺、降りちゃダメなとこ来てる、これ。やっぱね、もう結局ね、PVP っていうのは、コミュ力の勝負だから。仲間が多いプレイヤーが勝ちなんよ。ディスコードのヒントね。見た。見たし、俺はもう場所もわかってる。ということは、まだ誰も来てないってこと?全然。なるほど。こういうのは、みんな、こういうのは溶け込んでく、もう。当たり前のように溶け込んでく、俺。ありましたよ。ベッドを。ちゃいましたね。秘密機が消滅いたしました。いやー、楽しかったですね、あの時。ちょっと全然わかんない話してる。めっちゃおもろかったですよ、あの時。聞こえますか?いえ、あの子。あ、聞こえます。聞こえますよ。ですね。ルールの方を一度こちらで、確認させていただきたい、ところがあるので、はいはい。霧の地イベントディスコードの方の一般で、VC を接続していただけると、嬉しいです。あ、じゃあ一回ディスコードを入りました。前日に。あ、しゅんさんこんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。前日にあさってる方がいたので、もしかすると意図せず荒らしてしまった形に。なってしまった方がいるかもしれませんね。まあまあ、それはしょうがないね。なので、申し訳ないんですけど、装備品がなくなってしまった。お酒飲んで待ってたんですけど。たんですね。はいはいはい。いい。大丈夫ですよ。僕は分隊長さえ倒せれれば。どこにいます、そんなこと。そんなこと。そんなこと。よるしょ。もうね。これ、フォアです。みんな僕狙ってて奥生き残れるわけないじゃないですか。一人僕助けますよ。一人あ、じゃあいきなりここでちょっと誰かちょっとスクワット組もうかな。いいんですよね。そういうのも自由なんですよね。そうそうですね。全て自由です。全て自由です。まあ、とりあえずじゃあルール説明まず聞いてから。はい、ルールの方を、一度そのどのように解釈したらいいかということですね。こちらが意図してる、形をはいはい、説明させていただきます。まずコンセプトルールということでは、多分書いてあるそのままの通りですね。皆さんで宝物を探していただく形になります。はい、これは単純だと思います。宝物を探す。そうですね。ボックスに入っている、アイテムを、皆さんで探していただいて、回収していただくんですけど、その際の注意点ですね。皆さん聞こえてます？今の説明してくれてる声というのは聞こえてますよ。大丈夫です。聞こえてますか？大丈夫ですか？聞こえてます。あ、すいません、ちょっと視聴者の方に。あ、すいません。ですね、あさる際は、まあ、早速説明していくんですけども、はいはい、赤いバッグ、こちらでも何個か用意してはいるんですけども、はい、なくなってしまった場合に備えて、そちらにフリーという箱で何個か用意させていただいてるんですね。了解です。これを、はい、これを使っていただければ問題ないかなというふうに思います。でですね、多分宝物の中には、大きい武器や、まあ、いろんな道具、装備品なんかがあると思うんですよね。はいはい。は、使っていただいて構わないんですが、ちょっと少々同行したものが多いというか。ほう。はい、はははは。はい、入ってるものによっては、少々映り映えの良くないものも入ってるものがありますので、まあ、できることであれば、すべて赤いバッグのみに入れてほしいんですね。大人用アイテムがあるわけですか。そうですね。そういう類ではないとは思います。そっちではないと思います。やばい。みんなめっちゃ声がでかくなってきた。ですので、なるべくバッグの中だけ。で、多分ですけど、まあ、僕たちがよっぽどキルするっていうことはあまりないとは思うんですが。はいはい。もし探索者の間で、キルをするされるという、ことがあった際はですね、はいはい、その人の装備というのがですね、何回も何回もこう取られてしまうとなくなってしまって、あ、こんばんは、あ、こんばんは、イベントが成立しなくなってしまうので、赤いバッグを
背負ってるので赤いバッグのみを中身のみを回収することができるというルールにしています。それ以外は回収してはいけないということですね。ではいけません、はい、その場に置いておくと。はい、了解です。なのでよっぽど出血しているとかですね、はいはい、まあ、いろいろな状況があるとは思うんですけど、敵の服を裂いたりですね、注射器を勝手に使ったりですね、あー、なるほど、というのはなるべく避けてほしいです。あとは基本的に、自由にはなってくるのですが、宝物が入っているとされるボックスですね、これを移動しないでください。この宝物が入っているボックスを移動してはいけないというその意図はですね、そのあるかないか、箱がそこにあったのかないのかというのを残す、はいはい、残した方が、そこが取られている場所だったのかどうなのかというのを見てですね、探索者が、来てたのか来てなかったのかなどですね、まあ、少しストーリー的というか、なんというか、はいはい、状況を追っていただける形に、しておきたいのと、一応ウォールのメンバーの方で箱が取られたか取られてなかったのかっていうのを確認しているので、ボックスの移動だけは、控えてください。はい、了解です。あとは特に何もないと思うんですけど、あとはガン待ちですね。あ、そうですね、はい、殺した相手を、死体をガン待ちするとかですね、はいはい、あんまりにもひどいこうモラルに欠ける状態っていうのはその画面映りが悪いので控えてください。はい、はい、で撃っちゃいけないのはあの PVE 参加者もいるんですよね。そうですね、 PVE 参加者というかその非戦闘員での参加の方は基本的に赤いバッグを背負わずに探索をメインとして宝物の場所がどこにあるのかというのを探ってる方なので、まあ、戦闘なのでこうあやってしまったなってことが正規すると思うんですね。ランタンとか持ってくれてるんですか？そのあ持ってます。そうですね、原則ランタンということになってます。よかった。じゃあランタン持ってる人はとりあえず攻撃しちゃいけないと。そうですね、あまり攻撃しないでほしいですね。ただ、はい、あまりに、なるほど、まあ、5社がこれあれなんだ、配信そのこんばんは、お邪魔します。あ、こんばんは、こんばんは、俺くくりさんじゃねえか。ランタンを持っている方で探索をメインとしている方をあまり撃ってほしくないというのは何かこうクリエイターさんとして配信者さんとして動画作成者さんとして楽しい場面を撮れるようでしたら個人裁量で、はい、ただしルール違反ではあるので強烈なペナルティがあってもおかしくないよということの警告です。できたら撃たないでください。なるほど。そう、あと一つだけ言いますと非探索者というか非戦闘員の方ですね、はい、探索をメインとしてるだけの方の、ランプにもしかするとランプをつけた、ウォールが寄ってきて宝物の場所のヒントをまれに渡す可能性があるので。そんな痛めにくくていいんですか？まあ本当に多分いい感じの場所に隠してるので、はい、見つけられないかもしれないですね。なので、全部で何個ぐらいあるんですか？この広いじゃないですか。あ、気になりますね。この範囲の中にですね、どれくらいだったかな？結構隠してるんですよね。スタッフの方で確認。大体多分ですけど、10個未満。10個少ないじゃないですか。結構少ない。これ見つけれますか？ちなみに草むらの中とか分かりづらいところにはないですよね。10個ですね。10個で分かりづらいというか結構なんでしょうね。まああれですね。じゃあヒント、この非戦闘員の方がヒントをもらって見つけてもらうっていうのも重要になってくるってことですね。そうです。脇役じゃないということですよ。そういうことです。ランタンでも。鉄道さんの分も頑張らない。頑張って、はい、ちょっと頑張ってみます。頑張ってください。やっぱり探索者の皆さんは探索者の皆さんでこう戦闘をしてそれでも宝を求めるということでですね、はい、ぜひその非戦闘員の方ばかりを頼りにするんではなくてですね、了解です。もちろんもちろん自分の足でも探索していただけると。そろそろじゃあ行きますか。はい、行ってらっしゃいませ。はい、じゃあディスコードも抜けもいいんですか？はい、大丈夫です。了解です。では行ってきます。頑張ってください。はい、さあ
これどうしよう、どうしよう、これオープンボイちゃんするわ、一旦その方が絶対いいでしょ。いや、いいか、いくか。もうなんか打ち合ってないか、大丈夫か。ちょっとそら、やめて、やめなさい。ちょっと待って、一回さ、ちょっと状況整理しよう。まずとりあえず宝を探せばいいのね。で、赤いバックパック持ってる人は撃ってもいいと。わかりました。いや、こういうのは協力し合っていった方がいいなって、マジで。ああいう、意外とさ、こういうとことかない、こういうところにさ、まあ、そんなないか、ない、この隙間とこない。ないね。俺さ、ベッド作ったからいっか、大丈夫か。まあ、そんな運よくさ、宝物拾うなんてことある。じゃ、人が行ったらオープンボイちゃんするわ。ちょ、さすがにね、他のプレイヤーに。いや、俺ね、あとね、これ絶対マンションの上とかあるでしょう。っていうか、終了の時間とか聞いてないけど。え、何あれ。あ、あれはゴミ箱か。あんなポンといきなりチェストがあるわけないよね。っていうか、俺あれだったね、ピッキングツール持っといてよかったね。鍵がかかってる宝箱もあるらしいから。いいじゃん、いいじゃん。いや、絶対あのマンションのどれか一つにあるって、絶対ね。ちょっと待って、あとね、俺ね、ごめん、今更だけど、俺この街に自分のチェスト隠してんだ俺。うん、刀が入ってんだよな。ま、俺のやつは草むらに隠してるから。いや宝だと思われちゃうかな、大丈夫か。いや、まあまあまあ、その時その時、別にもうね、そんなショットガンと刀しか入ってないから。っていうかね、多分ね、ここ今全然人いないと思う。ゾンビ全然湧いてないもんね。なんか設定とか変えてんの。おお、はい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 。あー、刀俺忘れてるって。ちょっと待って、もうちょっと待って、俺刀置いてきてるって。待ちなさい。あ、入れる、こういうところね。ちょっともう、もうもう刀、やばい、銃声させたからめっちゃ集まってくるかも、ゾンビが。怪しいよ。俺が主催だったらこういうね。探してこ、探してこ。ま、一回そこ閉じといて。ちょっとさぁ、刀落としたの痛くない？近接がないんですよ。ちょっとみんな応援して。応援してっていうか、まあ、動画なんで、あれですけど、怪しい。はっ。探索者いねえか。いい狙撃ポイントじゃないか？うわ、すごっ。なんもないか。いい狙撃ポイントはいいんだけど、どうでもいいんだけど。あ！ああ。ハロウィンマスクね。ディスコードに第一ヒント。どここれ。あー、病院だ、病院行くぞ。これはね、プレイヤーみんな来るぞこれ。病院わかった。ちょっと待って、これ
俺めっちゃ遠い、めっちゃ遠いんですけど、そして降りられ、ん？おっと、俺やってしまった、これ。どうにかして。ちょっと、俺、あの、まずい。一人別ゲーやってる。ちょっと待って。ちょっと待って。飛び、乗れないの？どうして？え、こっちに来たら、これ罪パターンなの？これ。そんなことないよね。そんなことないと言ってほしいんですけど。お、開かないもんね。開かない、確認。え、え、ちょっと待って。マジで。あ、一旦押しとこうか。一旦押しとこうか。あれ？あ、あ？そこ？道ある？その階段の下。いや、俺ちょっと、待って。すいません、俺、降りちゃダメなとこ来てる、これ。絶対そうです。ちょっとまずったな、それ。あ、それまずってますね、それね。あ、あー、まずった。あー、どうしよう。助けて。いや、無理でしょ。ここ、その縁とか歩けなくない？いや、そんな。あー、危な、ここあるじゃん。あ、もう、恐ろしいことしないでよ、本当にもう、このゲームは。ちょっとだいぶ遅れたよ。もうみんな向かってるでしょ。着地して。一旦スタミナ回復しようか。ちょっと待って、一人だけ、もう、あ、まあ、でも、比較的近いっちゃ近いか。向かいます、みんな。向かうよ。とりあえず、いきなりは撃たないでいこう。うん。ちょ、協力者をね、俺は、やっぱね、もう結局ね、PVP っていうのは、あの、コミュ力の勝負だから。あの、仲間が多いプレイヤーが勝ちなんよ。どの世界もそう。PVP っていうのはいつもそうだから。結局ね、マンパワーだから。一人よりも二人、二人よりも三人なんよ。いつだってそう。なんか、えらい静かですけど、逆に怖いんですけど、意外とみんな、あれ？気づいてない？マジで間に合う？いや、さすがに、みんな、ねえ、掴む、プロでしょ。ディスコードのヒントね。見た。見て、もう、見たし、俺はもう場所もわかってる。ということは、まだ誰も来てないってこと？これは急いだ方がいい！いや、この場所でイベントあるのでかいんよ、マジで。マジでね、俺は大体の場所もう把握してるから、急げ！ちょ、ゾンビが湧いてないのがすごい助かってる、今。頼む！間に合え！で、俺、とりあえず、一人目の仲間は、あの、宝を譲るんで、一緒に協力しませんかっていうのを、やっていきたいんだよね。結局みんなやっぱ宝が欲しいわけじゃん。俺は宝じゃない。戦闘がしたいん。で、目的がね、これ一番乗りじゃない？もう誰が来てる？いや、ここなんだって。え、俺の見間違い？いや、絶対病院だって。絶対病院だと思うけど。来ましたよ。来ましたけど、誰かいる？あ、入ってる、みんな入ってるって。ちょっと待って。え、みんな、俺あんなに、あー、ありがたい。ちょっと待ってね。落ち着け。俺、脳汁出る。ねえ、なんか知んないけど宝ゲットできたんですけど、困る。一旦帰る。あの、チェスト欲しいです。違う。
え、みんな何してんのあれ案外そんなみんな何スカムはいっぱいプレイしてるけど、やっぱ俺がこの街に強すぎる。一回ちょっと安全に人と出会いたくないんで、このパンパンのバックパック見せたくないんで、